わらじシ目木及び当ク目は、南高津な新南高フク袋エビ上目に属する、甲殻類の分類群である。当ク類と総称され、わらじフナ船虫、ダンゴムシなどを含む、陸上、海水、淡水に住み、体長は0.5から1.5センチメートルのものが、多い。雑食性であるが、寄生性の種や、海中の木材に穴を開ける種もいる。当脚類には、 非常に多様な動物が含まれる。陸に進出した甲殻類は多くがこの類である。その種類数は約5000種とされ、袋エビウアメでは最も多い。あまり大きくなるものは少なく、ほとんどが小型の動物である。最大のものはダイオウグソクムシである。体は扁平気味で細長く、肺孔が大きく発達しないため、全体に大切に分かれ、覆面に、 足が並ぶ様子は短脚目にも似ている。陸産種もあり、身近なものも含まれるが、その多様性の大部分が、海中にある、という点でも共通している。以下のような共有派生形質を持つ。副眼に、柄がなく、固着眼となっている廃校が発達しない胸節の、付属子は、不脚状で、外詩を描く。第二触角は、単影だがただ色が微節と融合し、 腹微節となるに相性の脱皮を行う心臓が後方にある主にハラシでガス交換を行う中腸以外の消化管が外肺葉性をもん筋に特有の微細構造を持つ第一学足にフレシを持たない第一触角は単枝型、触角色はないお足は常に単関節このうち1から4は単脚類5はタナイス目の一部と共通する頭部胸部 腹部は外見からはっきり区別できる。全体に同じような体節が並んでいるように見える例が多い。頭部に見える節は胸部の第一節が融合しているので、実際には頭胸部であるが実質的には頭部をなす。胸部の付属詩のうち第一体は顎足となる。腹部の付属詩は二遮この部分が拡張して育児脳となる例も多い。 陸産種ではここに空床を生じて空気呼吸する。ありがとうございます。